さ々木チャンネルじさあ、ファーストステージ第2戦、佐々木チャンネル、ソーチェックのお時間でございます。さあ、ということでね、今日日曜日、えー、秋田で野球教室をして、えー、帰ってきて、そのままテレビ東京に入って、みんなのスポーツ出演というところでもうよ、どっぷり夜中になっております。 ねえー、だから遅くなりましたけどもね、まあ、そこはすいません。まあ、なかなかね、忙しいんで、そんな簡単にすぐ出せないんです。ねさあ、ということでね、えー、振り返っていきましょう。ということで、まずはね、えー、セリフからね、えー、広島大 DNA4 対2で広島の勝利ということで、まあ、2連勝でね、えー、ファーストステージカープが勝ち抜きねおめでとうございます。ということになりますけども、どうですか自分でもびっくりするぐらい見えてます。ね よ、ね、これクライマックスシリーズ前の戦票あとホームテレビで出てるサドだけどね、あのピタニューのね、えー、戦票見てもらえればわかると思いますけども、ほぼほぼその通りになってる。ね、これ昨日の動画でも言ったけども、カープがね、勝ったとしても、まあ、四点、取れても4点。ね、結果4対2。しかもロースカーの展開に持ち込んだらカープの勝ち。で、ね、勝機が見えるっていうところでね、えー、非常にカープとしてはいい戦いがね、できたんじゃないのかなっていうところで、まあね、今日の、えー、両先発、ね、えー、広島森下。 え5回3分の1、82球、3安打1三振、1四球無失点っていうところで、まあどちらかというとね、高めにストレート、低めに変化球っていうところのね、まあ緩急っていうところもあったけどもちょ、全体的にちょっと高かったかなっていうところで、ちょっと本調子ではなかったんじゃないのかなっていう感じがしますけどね。で、DNA 先発今のがね、5回95球、4安打3三振、1、えー、四球2失点っていうところで、まあストレート、スライダー、チェンジアップっていうところで、まあね、 本来の自分自身の最低限のピッチングっていうところはね、できたんじゃないでしょうか。まあ、森下はね、対、えー、西武、えー、今年1年の成績で言うとね、防御率2.77、えー、2試合投げて2位クオリティスタートの1勝0敗。で、被打率2割七分1人っていうところでウェ、ウィップ1.15だから、ちょっとね、ランナーは出すけども、しっかり抑えてたっていうところでね、まあ今日はランナーね、まあ4人、5イニングで4っていうところで、まあまあデータ通りの形かなと。で、今中もね、えー、5回で、えー、4アンダー1死球というところで、 まあ今からね、えぇ、ー、2.61、5試合投げて2位コーリテスタートの1勝1敗。で、2割6分クリーンの比率っていうところでも、まあ、こちらも大体シーズン通りの形のね、えー、成績の中で、えー、しっかりね、抑え切れたんじゃないのかなと。まぁ、あ、DNA はね、2連敗敗戦してしまいましたけども、えー、両先発ね、東今永の、まあ責任ではない、自分たちの仕事はね、きっちんとできたんじゃないのかなと。まあその中でね、えー、振り返っていくと、まあ、初回ね、 カープ、2アウトからね、えー、西川がちょっと甘めに入ったね、えー、ところをライトスタンドへホームランの先制っていうところで、今日ね、このアズマよかった、今中ね、良かったんだけども、このね、ちょっと甘めに入ったところをね、こう2打された、しかも一発構成でっていうね、なんか DNA のお株を奪うね、この一発構成っていうところがここにねきてカープになったんじゃないのかなっていうね。 えー、ところで、まあ、このね、えー、立ち上がりの1点というところは非常にね、大きな先制点になったけれども、まあ、DNA の攻撃としては、まあ、1、2回をね、まあ、フォアボール1つですけれども、まあ、ね、完璧に抑えられてで、3イニング目。だから3回でフォアボール1個しかね、ボリュストも出さないで、えー、完璧な立ち上がりして、で、先制点のね、1点を守りながら、いい形の試合展開。 で、ここでね、4回になるけども、先頭くすもとかね、ライト前、で、大高アウトになって、で、牧がレフト前って言ったところでね、ワンアウト1、2のチャンスを作って、で、ここでね、3ボール、2ストライクから、まあ、自動的にね、スタートっていうところで、2塁ランナーくすもとね、1塁ランナー牧が、ダブルシール、盗塁をして、なんと宮崎がね、空振り三振っていうね、で、ここでね、サードディビットソンがね、 多分だけどね、セカンドラウンナー見てなかったね。入るのめちゃくちゃ遅くなったからね。タイミング的にはね、そんなスタートも早くなかったし、まあ3ボール2ストライクのね、えー、スチールっていうところでね、別にエンドラウンでも単独スチールでもないからね、えー、ピッチャーが投げてから走って、で、宮崎がね、ベンチをしてもまさか空振りすると思ってないからね。で、それが空振り三振してっていうところで、まあ、デビッドソンね、見てなかったから入るの遅くなって、で、相イもね、ちょっと投球が高く浮いてね、ひょっとしたら悪送球もあった中でね、まあセーフになったけども、 かここもね、まあ、三浦監督ね、正正はちょっとね、うんっていうところもあったけども、まあ、この試合はね、いろいろね、もうあの、座して死ぬように動いていけっていうところで、もういろいろ動いたけども、ね、チームとしての成績に影響を、えー、出せなかったっていうところがね、だからこう、悪いとも思わないしね、まあ、噛み合わなかったね、クと選手たちがね、そういったところはあるんじゃないのかなと。 で、ま、ここでね、盗塁成功したけども、2アウトに3塁になって、ね、森さんに相性のいい山、山とをね、6番に置いて、ここもね、良かったんだけども、山とがセンターフライっていうところで、1本出なかったっていうところも流れないよね。 ついてね、1点を追う DNA はね、6回予約チャンスっていうところで、一番林がね、ライトオーバーのツーベースを打って、ノーアウト2塁。で、ここでね、えー、くすもとか送りバンドを決めて、ワンナウト三塁してね、もう完璧なね、え、流れだね。完璧なつなぎで、まずは同点にしようって言ったところで、カープがね、森下から大道にね、ピッチャーを変えるっていうね。 で、そこで、大田がね、インコースの球が詰まらされてセカンドフライ。で、牧がね、ライトフライって言ったところで1点取れなかった。ここで DNA がね、1点取れてれば状況が変わったっていうところで、まあ、2試合連続ね、えー、初戦もね、とこに変わって、大道がね、イニング途中から行って、この試合もね、イニング途中から大道っていうところで、このね、2戦はね、広島荒井監督ね、策がね、もう全部変わった。いい方向に。これね、あの、昨日も今日もね、 これ、大道打たれてたら、どうせ変えるんだったら頭から変えないと難しいよって言われてるんだよ。これがまさにね、結果論。ね。だからまあ結果から評論していくしかないからね、っていうところもあるけども、策がね、物の,の見事にね、当たって大道がしっかり抑える。でも大道のリリーフは昔から、さっさ言ってましたよ。大道は先発より絶対リリーフの方が生きるって言ってね。で、ここをね、しっかり抑える。だからここでいいね、ここでね、 大田で犠牲ぐらい打って1点取れてればっていうところで、まあね、大田は、あの、対カープで、えー、打率が3割2分1に、松田では4割7分1に、前日も打ってるっていうところでね、まあこの相性はいいっていう中でね、勝負かけてきたけども、ここのセカンドフライ痛かったね。で、そうこうしてるうちに、6回裏ね、まあ大道の打順からっていうところでね、もう代打せいかね、ね。ここね、大道次ピッチャー回ってくるから、ね、普通の、レギュラーシーズンの普通の感覚だったら、 次、ピッチャーから始まるから、ね。なんとか森下ここまで投げてもらおうと。でね、代打送っていこうっていうところだけど、短期決戦だから、そんな余裕ないから。ね。そこもうね、次回ってくるのも関係なくね、もう思い切って帰れたっていうところのね、荒井ちゃんのベンチの判断っていうのは素晴らしかったなっていうね。で、そこでね、大、えー、道になって戦闘ね。で、代打末か金、ね。この代打聖金がね、この DNA に対して今年ね、えー、 一割三分三人しか打ってないって言ったところで、初級チェンジアップボール。そして次のチェンジアップ連投したところがど真ん中入ってきて、タイミングドンピシャであって、レフトスタンドホームランっていう、このね、西海のストレートが甘くなった。そして聖金のチェンジアップが甘くなった。この今中の二球のシこれをね、確実に仕留めてホームランを打った聖金はね、まあ素晴らしかったけども、相性が悪い中ね、この一本というのはかなりね、えー、大きかった。で、その後もね、えー、菊地レフト前、ノーマフォアボールっていうところでノーアウト一塁になって、 ここでね、今中に代わってピッチャーが伊勢が出てきてね、えー、西川送りバンドを決めてワンアウト一二塁っていうねえところでね、えー、続いてワンアウト二三塁から松山そしてね小園っていうねところでしっかりね、えー、もう。 松山を抑えて、でね、えー、小園のところにはね、えー、ピッチャーゴーでエスコバー出して、ね、で、小園をね、えー、まあボールが固んだから、その後申告敬遠して、で、満塁になって秋山を三振っていうところでね、ちょっと前日はね、ちょっとピッチャーゴーダもね、DNA 出し惜しみ感あったけど、もう出し惜しみしないとっていうね、まあここら辺もね、もう、どんどんピッチャーを変えていってね、抑えていくっていうところではね、 三浦采配っていうのも非常にね、アグレッシブで良かったんじゃないのかなっていうね。えそしてね、この7回表、2対0なって、もうここ DNA も反撃しなきゃいけないって言ったところで、大道に変わってね、中崎が広島上がりますけども、ここでね、宮崎山とか連続ヒットで。山本が送りバンドを決めて、ワンアウトに三塁からね、関根のレフト前タイムリーヒット。で、ここでもね、も中崎に変わってターリー行くんだよね。左でね、もうぶつけ、どんどんぶつけていくぜってターリー行ったら、レフト前ヒット。ここね、ショートね、この回からね、矢野が出てきてんだけど、 あれね、アウトにできなくてもね、取らなきゃいけなかったよ。セカンドランナーのヤマトは止まってたからね。あれ宮崎がそのままホームインして、あの、1点入るのは確実だけど、セカンドランナーのヤマトは小所ート行ってたから止まってたからね。そういったところを考えると、あれ取ってれば、万が一ファーストアウトにできなくても、ね、その後またワンアウト、 一、二塁からのスタートだったっていうことを考えれば、追加点ね、取られなかったかもしれない。で、その後ね、え取れなかった、ライト、レフト前抜けてからね、セカンドラウンの山とか三塁、進塁して、ワンアウト一、三塁から外の犠牲フライでね、同点になるっていうね、これ勝ったからいいけど、あのプレーもね、負けてたらね、かなりキーポイントになるね、え、プレーだったかなってね、ちょっとバウンド合わなかったのかね、ちょっとグラブ弾いたと思うんだけどね、あれでやっぱ飛んだけゃいけなかったね。そしたらここね、同点に追いつかれることはなかったね。まあ、その後勝ったからね、よかったけども、そこのね、ポイントっていうのは、短期決 一、ね、つのプレ細かいところがね、勝敗左右するからね。そんでね、今日のね、カープのね、MVP はね、菊池だね、菊池。まあ、初戦はね、初期の高走塁でっていうところでね、えー、ノーヒットでね、点をもぎ取ったっていうところもあるけども、この試合ね、まあ、は2対2で抑えて、迎えてね、8回、ね、先頭、菊池がレフト前ヒット。で、野間がね、ショート、ボテボテ悩んだここもね、ちょっと DNA にとったらアンラッキー。 で、ノーアウト12やって、ここまたね、西川に送りバンドをね、するんだけども、バンドがちょっとね、ここうまく、その前のね、一塁3はうまくできたんだけど、ここちょっとうまくできなくて、ピッチャー前に結構強めに行ったんだよね。で、キャッカミチャーあたりも、全くね、ロスタイムなく3塁投げて完璧なフィリーディングしたんだけども、なんとセカンドランナー菊池が、素晴らしいスタートで、素晴らしい第2リードで、素晴らしいスライディングの速さで、なんと3塁セーフ。 これね、多分普通のランダーだったらね、多分アウトになってたよ。普通に。別にあれはね、多分サード投げると思う。あのポイントでしかも2対2で勝負どころってなったら、しかも間一発だったし、あれは、で、あのバンドで考えたら、あれをね、俺はサード投げるのはね、ミスじゃないんじゃないのかなと、まあファーストワンダウンでもよかったけど、1点を取られたらもうあと1回しかないからね。あそこは勝負かけていくべきかなっていうところではね、俺は3塁投げたのは悪くなかったと思う。で、別にミスもなかったしね。それを覆す菊池の判断力の総理。 これが完全に来たね。で、ノーアウト満塁になって、リアノに変わって大道さんかがね、えー、ライトで越しタイムリーヒット。 で、小園がアウトになるけどもね、その後秋山がね、犠牲フライっていうところで、ここもね、上下谷から小園になって左が出るからね、石川に変えてっていうところでね、で、その後ね、相沢になって森原に変えるっていうね、DNA はね、小刻みの動具でね、もうやるべきことは、ちょっとぜ、初戦多少を見識み感あったから、もうやるべきことは全部やろうって言ったところで、結構ね、いろいろ動いてきたけども、結局で、ね、あ、えー、のー、勝敗にはね、影響できなかったっていうところで、だからま、ここまで動くんだったら、このね、 俺は DNA としてのポイントはここだと思う。8回表、ね、あのー、ターリーから島内になって、楠本先頭フォアボール出て、で、続いてね、ダイソーコアーラーも出して、ここ、大田っていうね、えー、ところで、まあ、大田がね、三振するんだけどもね、初球ね、バントファール。で、バント引いてボール。で、バント引いてボール。で、バントファール。ここ、バント決めなきゃいけないよ。この違いだよ。カープと DNA の差は。やっぱりね、か、DNA っていうのはシーズン中ね、 これバント成功率がね、もう著しく低いのよ。でもカープはね、高いっていう。で、盗塁の面でもね、カープの方が盗塁してて、<laughs> DNA はそんなにね、足を使ってしないっていうところで、俺はね、この作戦はね、悪くなかったと思うの。もう。 ここしっかりバントで決めて、もう頼むぞと。ね、牧宮崎で一本取っていこうっていうね。で、ここバントできず、で、最後ね、空振り三振っていうところで、で、その後もね、巻き宮崎がね、ショートフライ、セカンドフライでアウトになって、まあ、得点できず、8回の裏にね、先ほども言ったように失点して、 で、9回ね、ランナー1人出すけども、栗林にね、きっちり抑えられてゲームセットって言ったところで、今日の俺、三浦監督は別にそんな再配批判されるようなことでもないと思うけどね。ただ、その、選手がきっちり決めれなかったっていうね。えー、ところで言うと、まあ、そのね、このい、この試合だけっていうよりも、1年間がそうだからね、バンドの成功率は悪い。ね、足もそんなに使わない。それをいきなり、その、 クライマックスシリーズっていう短期決戦になったからって、やって、それはうまくいけない。それはもう日頃の準備っていうところの準備不足だったのかなっていうね。えー、ところで、でもそれはね、策としてなったら、やっぱり選手はきっちり決めきらなきゃいけないからね。それを決めきれないのは策の責任じゃなくて、選手の責任だから。そういった上では、ね、あのー、投手陣も、 伊勢、3分の2、エスコバは3分の1、で、カメジャタリ1イニング、石川三3分の2、森原、あの、3分の1っていうところで、ね,ね、小刻みな系統して、なんとかして勝っていこうっていうところの、選手起用もあったし、作戦面っていうところもね、きっちりまあ送りバンドを決めたりして、ね、6回の表もね、ノーアウト2塁から送りバンドを決めて、で、大玉、巻がね、1本出せないとかね。 で、8回にもね、ここバンドしっかりして、巻き宮崎で1点取りに行こうっていうところでバンド成功できないっていうところは、これはね、申し訳ないけど、策じゃなくてね、選手の責任はかなり大きいと思う。これをきっちり決めてたら、ひょっとしたら、試合展開っていうのも分からなかったし、逆にね、広島シーズン通りの足を使っていく、バンドをして1点を取りに行く。これはね、 クライマックスシリーズン入る前のね、解説でも言ったけども、そういったね、1点を取りに行く野球で積み重ねて、ロースカーの展開で持っていったらカープが勝つっていうところで、カープはね、そのままの試合展開をね、して、そのまましかもね、成功させて、ね、 足でもしてる。ね、バントもして全部成功させてうまくいって、結構チャンスもいっぱいあってね、カープを生かせなかったイニング何回もあるからね。何回もあるけど、それでも、何回も何回もバントで送って足を生かして、何としてもチャンスを作って、一本っていうところでね、何回もチャレンジして、やっと点を取ったっていうところでは、まあ、カープはね、本当にシーズン通りの野球ができたっていうところで、まあ、DNA はやっぱり最後の最後で、まあ、逆に言うと、シーズン通りの野球で失敗になっちゃったっていうね、えところが、結局ね、勝敗に影響したかなと。えー 思います。まあ、ということでね。まあ、これ今日ね、DNA が勝ってて3戦目にもつれ込んで、バウアー投げてきてたら、ひょっとしたらね、DNA が2勝1敗で勝つ可能性もあったけども、やっぱり最初の予想通り、ね、カーブが勝つとしればローストフォアの展開で、で、足とね、バンドと足を使って点を取りに行って逃げ切り勝ち。 っていうね、あの、最初の予想通りの展開になって、完璧にね、カープが勝つのは2連勝って言って、まあ、2連勝で勝てたっていうのは非常に大きいし、まあ、次のね、えー、広島対阪神の試合についてのね、ファイナルに向けては、またね、データを用いて皆さんにね、解説しますので、そちらをね、またお楽しみください。ということでね、も、ま、う、あ、カープは普段通りの野球、そしてね、柵が当たる当たるね、代打で行ったらホームラン、代打で出したらヒット、ピッチャー変えたらしっかり打つ。 ね、あの、抑えるっていうね、えー、ところではもう選手とね、ベンチがしっかり融合して自分たちのね、持ち味っていうところをしっかり出して。 ね、すべてのね、新井監督の策が当たる。で、ね、逆に三浦監督の策はね、やれどもやれどもうまくいかないっていうね。だから何もね、何もしなくてね、負けると、なんで動かないんやって怒られるし、あの、動いたら動いたらね、なんでやって怒られるからね。まあ、これは結果論になっちゃうけどね。まあ、仕方ないけど、まあ、今日は別にね、三浦監督そんな批判されることも俺はないんじゃないのかなっていうところもあるし、逆に言うとね、選手がそれをできなかったっていうね、チャンスも作ったけど一歩打てなかったっていうところのね、ま、あ力の戦いで負けちゃったんじゃないのかなっていうところがあります。 ま、結果ね、4対2で広島の勝って2連勝ファイナルへ進出でございます。さあ、続いてパリーグ。ね、ロッチ対ソフトバンク第2戦ね、3対1でソフトバンクの勝ち、1勝1敗のゴブリ並ぶっていうね、っていうところで、こちらもね、もうね、戦前の戦票通りの高台方っていうところで、ソフトバンクとしては先発がしっかり頑張って、クオリティースタートをして、で、そこから、えー、 最強のリリーフ陣に繋いでいく。逆にロッテは、その先発ね、防御率悪いと。で、クオリティスタート率38%やと。で、そこをね、先発を打ち崩して、なんとか逃げ切りがち。これができればロッテ。これができなきゃソートバンク。って言ったところでね、ソートバンクは先発ね、あの、 アリハが、まあ、ロッテにね、えー、日本ハム時代から8連勝中だったかな。えー、負けなしって言ったところで、今回、今年もね、3試合投げて3勝っていうね、ちょっとね、マリンでの成績がちょっと悪かったけども、ま、あそこをね、えー、しっかり勝ちっていうところにね、結びつけて、6回72球、5安ンド4三振4 1死球、1失点っていうところでね、まあ、素晴らしいピッチングでクオリティスタート。その後ね、藤井、松本、さんとね、最強のリリーフ陣で、えー、無失点に抑えて逃げ切り勝ち。これはね、もう完璧にね、ソフトバンクの勝ちパターンだったんじゃないのかな、とね。で、まあ、 あれやらもね、全体的には、やりバッターにはチェンジアップ、右バッターにはホークっていうところなんだけども、ちょっとね、ロッテ打線がね、ちょっと的を絞るのがね、ちょっとできなかったんじゃないのかなっていうところで。 右バッターに対してはもうインコース来ないからね。アウトコースのまっすぐカットそしてホークボールっていうとこがしたい。で、左バッターには、左バッター上手くてもいいじゃなね、インコースをストレート、カットも入れながら外にチェンジアップね。で、左バッターにはチェンジアップな、あの、左アップはチェンジアップ。右バッターはホークっていうところで、左にチェンジアップは投げないし、右にホークは投げないっていうね。えー、ところの投げ分けっていうところがあって、で、特に右バッターにはインコース使わないで外の出し入れ。で、左バッターはインコースたまに見せる。まっすぐとかとで、それを活かして外にチェンジアップって言って、ツーシームっていうところが 非常に来て、まあ、ほぼほぼね、変化球なんだけども、たまにこれインコースがね、かなりあのロッテ打線を意識させて、ここはね、回のリードっていうのは非常にね、相手打線を見ながら相手にね、的を絞らせないって言ったところでは非常にね、えー、リードとしては完璧なリードがね、できたんじゃないのかなっていうね。 で、その中で、えー、ロッテのね、えー、先発は西野っていうところで、えー、3回6球6安打1三振、無視9三失点っていうところで、まあ西野は全体的に高かったね。低めに請求できず、ちょっと高めに入ったところを通路されたって言ったところで、ちょっとね、 請求が高めに浮いちゃったかなっていうところもあります。で、ソートバンクはね、初回、ね、えー、ワンアウトからーセがヒットを打って、柳田のね、ファーストゴロ、ここで山口がダイビングキャッチでね、なんとか抑えてね、あれ抜けてたらビッグインニングになってた可能性あるからね、そこをしっかり抑えて、まあ、ツーアウトに出るここでね、 近藤に、インコースに行った球がね、逆球の真ん中入って、それをね、あの、レフト前ヒットっていうところで、無理にね、引っ張りにかからないで、えー、逆方向行ってね、近藤らしいヒット。でまあ、ここはね、ソードバンクとしては昨日の流れの中でね、非常にね、大きい先制点で、よし、このまま流れで行こうって言ったところで、一回の裏ね、 ロッテはワンアウトから藤岡がセンター前ヒットって、で角中が、ね、何とかチェンジアップ合わせて、えー、ライトへポテンヒット、ここで一、三塁を作ってね、ねポランコが犠牲フライという形で同点に追いついた。これはね、ロッテとしてはかなりいい流れだったね。取られたけどすぐ追いついた。これもんでいこうっていうね、感じですごく良かった。でしかもね、その中ではロッテはね、ここもね、あのデータ通りで、あの角中、えー、ポランコ、角中、藤岡っていうところが、対ね、ソフトバンクに対して非常にね、えー、相性がいいと。角中は3割5分7割、OPS 1.049と。藤岡がね、体操ソーフトバンク2割り込む8位とね、えー、高成績の2人がね、えー、しっかり、ワンツーだからね、高成績で言うと、ね、まあ技もね、いいんだけどね、技が出てないっていうところで、スタメンにね、出てる選手で、体操ソーフトバンクで相性いい、ワンツーの藤岡くん中がチャンスメイクして、で、ポランコがしっかりね、えー、得点を重ねるっていうところでは非常にね、いい出だしだったんだけども、この3回の表ね、この先頭ミモリがね、ライトへのツーベースっていうね、逆にね、ソフトバンクはね、この前にも言ったけども、ミモリがね、 えー、マリンでは3割4分2厘。で、中村明がね、えー、対ロッテ3割2分2厘。で、マリンでも3割6厘と。ちょっとミモリと中村要注意って言ったところでね、で、ここでミモリが2ベース。で、河瀬がね、バスター。バッドのかましてバスター。大失敗。大失敗でショートこロ。バスターで引っ張らなきゃいけないでショートゴロ。これをね、セカンドミモリが高走塁で3塁狙って、で、3塁セーフになって、ファーストアウトになって、結果ね、新塁打になったけども、 あのね、バスターのミスでよく三塁行ったね。これもかなりのね、後判断の大きい走塁だったね。で、ワンナウト三塁になって、柳田ね、インコース見せてアウトコース行って、もう一回インコース行った時にね、ドンズバりで、バッテリー完璧に打ち取ってんだけども、サードの後ろにふわふわふわーっとって、カンチャンヒット。もうこれはね、マリンズからしたらアンラッキー、ホークスからしたら超ラッキーってうと,ところで行って。で、しかもね、このふわふわっていったやつがね、柳田しっかり二塁まで行って、で、今度がね、セカンドゴローっていうところで新塁打,打って、 で、2アウト3塁から、中村がね、またここ高めに浮いたところをね、センターマイヒットっていうところで、先ほども言った、対ね、マリンで相性のいいミモリー中村がね、しっかり躍動して、ここ2点取るっていうところでね、もう流れがしっかりつかんで、で、あとはね、もう有原が、えー、2回、三、えー、3回、で、おっしっかり抑えて、これポイントはこの4回だね、北西的には。先頭プランコがフォアボール。ね。で、ここで、機能を仕組んだのね、安田。 これで一気にチャンスメイクして、ね、良ければノーアウト2、3塁とかね、作りたいっていうところでね、チェンジアップをね、あの、打たして、ね、1&1 から36 3、6、3、ダブルプレーこれ。今日のキーポイント、ここ。このダブルプレーこれでね、全部がね、結果的に終わったね。でここでね、安田が行ってればっていうね、このね、フォアボールからの得点ね、ね雰囲気も悪くなるしね、ホークスのね。で、昨日も打ってるし、やっぱり安田って言ったところでダブルプレーがね、 これがこの試合のキーポイントだったかなと、ロッテ的にはね。で、その後ね、マリンズ投手陣も、まあなんとかね、フォアボールとか出すけども、えー、東、鈴木ね、で、中森、で、沢村とね、えー、しっかり抑えきって、まあ0点に抑えたっていうところでね、まあ、正味8安打しか打たれてないからね、この序盤の3失点っていうところだったけども、まあ、マリンズ的にはね、ソラとね、 まあ、6回ね、先頭、藤岡がね、出て、ね、先ほども言ったように、藤岡がね、ソートバンクに相性いいっていうところライト前ヒット出て、で、ノーアウト1塁からね、角中の時に、スリー、ツーからね、もう自動的にスタートよ。だからこれ、エンドランでも通りでもなんでもないのよ。ね。ただ、 3ーボール2ストライクになって、ノーアウトに注意で、まあ、自動的にスタート。だから、藤岡もそんな良い,いスタート切ってるわけじゃないんだよ。そりゃそうだよ。盗塁でもエンドランでもないんだからね。ライン,ンドヒットっていう形で、まあ、3ーボール2ストライクから自動的にスタートした。ね、ベンチしたらね、えー、先ほどのね、DNA、ソフトバンクじゃないけども、宮崎が空振りしないと思って走らせたと一緒に、さすがに角中がね、三振するなんて思ってないわけ。ベンチはね、最低でも当ててくれるやろうと。 っ,言ったところでね、悪くてもワンアウト、二塁になるうまくいけばノーアウト1、一、三塁になるでも、スリー3ボール、ツーストライクやしね、自動的にスタートさそうといったところでまさかの角中が空振り三振で、ここでね、そんなスタート早めに切ってたわけじゃないからね、藤岡もセカンドで、えー、三振ゲッツ、ダイ <laughs> なーかバッと、まあ、ここね、甲がしっかりね、刺したっていうところも大きかったけどもまさか角中がね、空振りするとはね、思わなかったっていうところね、ここでダブルプレーもね 痛かったけども、エンドランとかじゃないからね、っていうのもあるけども、このね、格中の三振っていうのはね、ちょっと予期できなかったのかなと。ねで、7回ね、8回、9回とね、まあ、ほぼチャンスなくね、ねランナーを出すけどもほぼチャンスなく、でソートバンクはね、藤井、松本、オスでとね、完璧なリリーフで逃げ切ったっていうところでは、まあ、完璧にね、ソートバンクのやりたい野球、ソートバンクのね、ウィークポイントを抑えて先発が好投して、いい中、次々が行くと。 で、えー、マリンズはね、それにまんまとハマってね、ちょっとね、あの、配球パターンにやられたかなっていうところではね、回の配球、そして回の送球っていうところがね、非常に勝ちに結びつけた一戦になったんじゃないでしょうか。さあ、ということで月曜日ね、今日の試合、第3戦目、勝った方が進出、負けたら終わりっていうところで、小島と和田でね、発表されてますけれども、小島がね、対ソフトバンク、5試合投げて5千発で、防御率4.45っていうところでね、ニックオリティスタートで1勝2敗、えー、っていったところで、でなんと言ってもね、ちょっとね、 フォアボール結構ソフトバンクに対してね、出してんだよね。で、左手自体は2割3分とね、そんなに打たれてないんだけども、ちょっとフォアボール出してね、失点が重んでるっていうところで、ちょっとここら辺がね、心配だね。そういったところでは。でね、えー、逆に和田ね、今年、ロッテに対してで言うと、えー、防御率2.40。で、3先発して、で、えー、一勝0敗。で、クオリティスタートしてないから、多分あのー、5回までしか投げてないんだよね。 でその中で、えー、フォアボールが4個っていうね。で、えー、左被打率が2割8分一輪っていう、打たれてはいるんだよね。あの、全体的にはね。で、まあ5回しか投げないからね、5回必死でいくっていうね。フォアボールが少ないっていうところもあるんで、まあこの試合ね、は、やっぱね、こう死 c 球がね、ひょっとしたらキーポイントになってくるかもしれない。 お島としてはやっぱりね、フォアボール少なくして勝負いけるかどうか,かっていうところが大切だね。ストライク先行で。これができればしっかりとピッチングもできるし、ちょっとボールがかさんでフォアボールでランダー食べていって、ドンっていうのがね、一番怖いから。で、和田がね、 あの、フォアボール出しない。だから、フォアボール出さなくて攻めていくっていうことは、打たれる可能性あるけども、無駄なランナーも出さないし、それが失点に絡まないってなってくると、やっぱリズムにも乗りやすいから、そこが技はこの対ロッテに対してできてると思うんだよね。だから、クオリティスタートはしないから、まあ、5回は投げ、5回までしか投げないんだけども、まあ、そこでね、しっかりフォアボールを少なくして、 でそして、左とは若干高くなるけど、無駄なランナーのさえから、連打を許されて失点をしないっていうところで今年ピッチングしてきた。で、小島としては、ヒアンダーはそんな高くないんだけども、フォアボールで、 類を埋めて、それでその一本で点を取られるっていうところで、多分今年のね、防御率が悪くなってるところだと思うんだよね。だからさっきも言ったように、やっぱポイントはこれフォアボールを出すか出さないか、しっかりね、臆することなくストライクゾーンで先行して、勝負していけるかっていうところがポイントになるし、まあ全体的なポイントでもね、やっぱりそのホークスはね、クオリティスタート率が低い。そして先発が崩れたら終わるっていうところで、まあ序盤勝負だね。もう5回以内。5回以内で、マリーンズが先行できていれば、そのままマリーンズが勝っていく。 ね、逆に5回以内にホークスが勝っていれば、そのままホークスっていう、こう先発を打ち崩せるか、だから折ロッテは和田を打ち崩せるかどうかだけ、ストライクどんどん投げてくるから、それをしっかり絞って、ね、どっちつかずにならないようにしっかり絞って打てるかどうか。で、ロッテとしたら、大島がね、そのフォアボールを出さないで、ストライクでどんどん勝負していけるかどうか、それをリ ねソートバンク打線がしっかり仕留めれるかどうか。これね、仕留め切られたら、もうソートバンク勝ち。逆に、和田をしっかり仕留めて、勝ちに結びつけていけば、ロッテの勝ち。あと、ソートバンクは、ミスしないかどうか。ここもめちゃくちゃ大事。やっぱ、初戦はミスして失点してる。で、ロッテは今年、相手のミスを得点に結びつけていくっていうところで、ミスしないかどうか。しかも、だからね、結局、今日の試合も、やっぱり、三森、中村、あの、明。こう、ソートバンクは、注意していきたいし、 ロッテとしてはやっぱりね、あの、先ほど言ったように、データ通りの上下格中。ね。で、ここら辺で、で、山口もね、2割組ぶ4人といいから、この山口。ここら辺の3人のね、ポイントゲッターどうなるのかね。それによって、近藤と柳田がどこまでいるか。逆に。 え、ロッテはポランコがね、どこまでいけるかっていうところになってくるから、そういったところをね、注目して試合を見とくと、ね、えー、試合展開としては面白くなるんじゃないのかなと思います。ということで、佐々木はね、今日、えー、日テレニュース24でね、解説がありますから、バリンに行きます。っていうところで、ね、負けたら終わり、ね、パリークはどうなるのかっていうね、えー、ところで、えー、また明日もね、解説していきたいと思います。セリークはね、広島のファイナルへ進出決定でございます。ということで、今日の総チェックはここまで thank <music> you